今回のイベントはファンの皆さんのリクエストをもとに我々がセットリストを構成するというですね、はい、まあアルフィーとしては初の試みなんですけども、まあみんなそれぞれ好みといいますか、うん、ね、よくもあれがいい、ね、これがいいといろんなお気に入りがあるもんでございますけども、はい、うん、本当ですね、それはもう人それぞれですからね、はい、そこで今回特別企画、我々 The アルフィーがそれぞれのお気に入りのものを持ち寄りました。お題してマイフェバリットホビー。すごいですね。もう今まで一度もやったことがないようなコーナー。去年アイラビューのものあれなんかちょっと似てるような気が。同じだよ。同じ。なんか入れ物も似てるな。全く一緒だよ。まず僕からいきます。はい、ででん。なんでしょう。お、わかった。猫だろ。違う。違う。この間そういえば去年はあれ持ってきたよね。生き物。あれすごかったね。ね。今回はですね、ですか私いっぱい持ってきたなお前。まあいっぱいとはいえ一部なんですけど。江戸門のですね、これ僕江戸の字、これ江戸の、あ、これはあの元箱ですよ。江戸の文政かな、何年だろう。これギアマンって書いてあるの。これ書いてあるんですよ、ギアマンって、ね、はい、ガラスじゃん、ギアマンって。そうなんですよ。で、ここにね、あ、店舗だ、店舗10年、店舗10年、江戸時代の、江戸時代のガラス、日本の江戸ガラスです。高価なんじゃないのこれ。いやいや、そんなほんの500万ぐらい。いやいや、もう桜井の1週間分のギャラぐらいのもんです。じゃあ2万円ぐらいか。安っ。安っ。こういうものってさ、はい、どこからかっぱらってくるの。どこでかっぱらってんなよ。ちゃんとこれはない小遣いをはたいてですね、私が一つずつ集めるわけですよ。え、でこれを高く売るわけか、お前。売らない、売らない。ちなみにこれいくらぐらいなの、これ。普通市場価格として。だいたい…買った値段いいじゃないですか、値段は。例えばそれ、やぶなこと聞けないのよ。いやいや、それを知りたいんですよ、知らんだよ、俺は全部一応これ、うちに置いてあった時は、いつ、いくらで買ったっていうのがね、コレクションだから書いたんだけど、絶対こいつらに見せたら値段いくらって聞かれるんで、剥がしてきたんだ、全部。これ書いてある。だって、俺たちの興味は値段だけだ。そうだよ。部屋に飾ってあんの、これ、飾ってあんの。飾ってないよ、こう箱に入れてあんの。箱に入れてどの辺に置いてあんの。教えない。桜井またせんべいとか焼酎なのかな。いや、それはないよ、うん、それはないでしょ。それはお前せんべいじゃないだろ。さあ、はっきりお前ちょっと今ピクッと動いてる。この間せんべいだったよな。うん、違うよな。せんべいじゃない。さあ次見せてもらいましょうか。興味、あ、でかい。あ、ちょっと同じだよ。何、みんな同じだよ。で、箱はちょっと、なんで、なになに、なになになに、あ、嫌な予感がすんだけど。嫌な予感がすんだけどな。これに入れて飲むもんだろう、もしかしたら。お前まさか違うよな。お前、おい、え、何それ。赤魔王だぞ。何赤魔王。焼酎じゃん。魔王の赤いやつ。この人たちはこういうの入れるために生まれてきたんだ。どれ出ちゃうんだ。それ箱に入れてちゃかわいそうじゃないよ、うん、それはね、そんなことはいいんだけどさ、うん、なんで赤魔王。これはね、やっぱりその憧れの焼酎なわけ。まあ、飲んじゃ一緒だよ。だろ。うん。だってそれは問題はアルコールだから。これはどの範囲、どこのやつなの。え、どこの焼酎なの。どこの焼酎なの。お前知らねえのかい。お前遠い。字が出ちゃって言うじゃないか。どこの虫眼鏡、焼酎なの。宮崎。宮崎。うん。それ何焼酎。芋。珍しいよね。鹿児島じゃないんだ。鹿児島じゃないね。宮崎の。じゃないねって飲んだことあるんでしょ。あるよ。なんで知らないの。おいしいの。あ、ごめん。何、飲んだことないわ。ないの。なかったの。ないのに何で持ってきたんだよ。あったんだよ、ここに。あ、置いてあったの。だって俺、こういうの持ってこいって聞いてないもん。だって持ってないだろ、だって。持ってない。で、それはどんな味なんですか。これは芋ですね。飲んでみます。だから、もうソムリエっぽく、ほら、それだったらさ、そうですね、濡れた子犬の匂いとかさ、そう猫に苔が生えたみたいな。そういう、ほら、来て、どんな匂いかっていうの。せっかくだから、江戸のあれで飲んでくださいよ。いいの。いいですよ。嘘。いいよ。一回も飲んでないから、洗ってねえと。江戸時代から洗ってね。これはもったいないよ、お前。そっちで飲み。これ開け方が分かんねえな。開けてやろうか。はい、力尽くて。怖いよ、高めな声の。ワンってやっとこっち。ワンってくるぞ。ここだろ。大丈夫、爪死んでるけど。何が違う。爪死んでない。ほら、いただいた。ほら、ね。ほら、ずったはいいけどさ、この吸い方がいい。いや、ほんとにお前ん家にいるみたいな。
はい、どうですかね。お、いい感じじゃないですか、これはね。じゃあちょっと失礼して、はい、どうですか、匂いはどうですか、匂いは。あー、芋の香りですね。あー、あ、これは芋好きにはたまりませんね。芋好き、どれ、ね、芋好きにはたまりませんね、これは。おー、あー、芋焼酎だ。うん、だけど、やっぱり宮崎なんで、ちょっとこう、すっきりしてます。え、そう、これすっきりしてる方です、それは。これね、はい、すごい芋だよ。お前、飲まないほうがいいぞ、お前。運転だからダメなんだよ。あ、そうか。これ、ダメだよ。どうですか、気に入りました、これ。あ、いいですね、これ。これだって、あんた家から持ってきたんじゃないの。ここにあったの。あったの。あったので、今初めて見た。だから宮崎、あ、いいね、これ。じゃあ、え、いい、うん、いい、いいよ、あげるよ、今日のギャラだよ。おいしい。お弁当も持って帰っていいからね。うん、弁当とこれだけなの、俺今日。赤魔王ですか。赤魔王、赤魔王、はい、いいですね、これ。さあ、それでは最後、はい、これは高見沢はいいの出てくるよ。これね、ちょっと私はもうな、まずエピソードから話したいと思うんですけど。エピソード、涙なくしては語れないエピソード。語れないよ。いいですか。さあ、これは何でしょう。くるみ。当たり。本当に当たり。これくるみ。あれ、当てちゃダメじゃん。本当だ。ね、こっちはキウイ。違うね。うん、あ、あれだ、マンゴー。あ、違うんだ。じゃあ、じゃあ教えましょう。パパ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 、どうやってやんだっけな。あれ、これ何なの。くるみ。こうやってこうやってやるんじゃないの。あ、わかった。あ、採血するときに握るやつだろ、こうやって。あー、それで血を抜くわけ。そうだ、てっ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 てガロンだ、ピグモン。そう、そうそうそう、そっくりだったんだよ、俺。初めて坂崎に会ったときにね、これやってくれたんだよ。そうだろ、お前もそうだろ。そう、俺もそうなんだ。で、お前って必ずアウトやるんだ。だから、それで俺このバンド入ろうと思ったんだもん。ピグモンね。そう、面白い。ピグモンがいるバンド。いや、あ、お前もやってもらったの。俺はだってお前より早いもん。そうだよな、会ってんのが。そうか、そう、お前3年の時にやってた。やってた、ピグモン屋さん。やってた。もう人形町の真ん中でやってたよ。あ、そう。浜崎横丁。じゃあお前、浜崎横丁で。ピグモン、ピグモン、会った人に必ずやってんだ。挨拶したんだね。挨拶がこれなんだ。すっごくね、似てたんだよ。そうそう、そっくりだ。面白いやつだなと思って。この後に左牧前さんやってくれて。おいつけてー。そうそう、似てるんだよ、口が。同じ口なんだよ、これ。そう、おいつけてー。これすごいだろ、これ。これ、こうやってさ、こうやってくるとね、うん、こうやってね。なんでピグモンそんなのに入ってんの。こうなって、こうやってピグモンに変わるの。あ、はい。でも可愛いね、そのピグモン、顔が。入らない。今危なかったね、壊すんだけど。そう、可愛いでしょ、これ。これ可愛いでしょ、これ。うん。ほら。ピッ。もうあと5分ぐらいで壊れるからな。ピグモン。ピグモン。あの風船持ってるのがピグモンで、うん、でかいのがガラダマってガラモン、ね。ガラダマのな、ガラモン。同じもん。地球に来たんだよ。あれはでかいんだよ。はい。ガラダマは。そうなんですよ。これね、一応こう、俺がこう。これは何？それはクルミ。いや、似てるから持ってただけ。あ、持ってただけ。食えないよ。あ、クルミの形の、なかなか。クルミのこの握力をつける。これでしょ。採血するときつくさっき。俺いつも言ってるとこアンパンマンが握る。はい、アンパンマン握っ て、はい、そしてこれですよ。私の宝は。はい。じゃーん。出た。ウルトラセブン。そう、うん。ウルトラアイですよ、これ。あ、ほんとだ。セブン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 。ソンチ。セブン。あ、出た、セブンだ。これセブンです。このウルトラセブンってさ、うん、これ投げるじゃん、こうやって。あ、そうそうそう、投げた後のここがすごいよね。ツルツルだからね。すごいな。だから私ほら、どっちかっていうとウルトラマンとウルトラセブン世代じゃない。そう、セブンまでだね。までがね。までがね。だからこれはちょっとね、うん、これね、これはね、最後のウルトラ、あの最終話の時使ったウルトラアイの、うん、あのコピーね、レプリカですね、これ。これは。セブン。何それ、ちゃんとつけられるの？え、つけてみよう。いや、俺はダメだよ。どれを？お前そのメガネ取ってやって、俺メガネ取って。結構すごいよ、これ。つくね。つかないよ。お前ってさ、お前ってウルトラマン顔だな、なんか。似てる。本当だ。似てるよな。トーチ！
ウルトラマンの真似もやってたよ。やってたね、うん、やってたね、ウルトラマン。そうそう、だからそう、うん、まあそういうもんで。ね、知ってた、ウルトラマンセブンには子供がいるの知ってた？ウルトラマン太郎。違う違う違う、ウルトラマンの子供はこいつ。ウルトラマンが産んだの？ウルトラマンが産んだ。そう、ウルトラマンの子供だって。ウルトラマンゼロって言うんですよ。ゼロ？ゼロ。7からゼロになっちゃうんだ。そう、7からゼロなんです。これ一応だからこの辺のウルトラシリーズなんですけど、ね、すごいね、みんな大一を言ってんだね。そう、これ2つぐらい、この辺がちょっとお父さんと近いものなんですけどね。あ、肩がね。これお父さんか、ウルトラ。これは今夜中に遊んでんですよ、僕は。ショーズビーシューダーズビーシューダーンタイシュッチシュッチシュッチ。えいえい、くちょ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 。テレビで見っかな。何が、まあ、今回ウルトラスティールっていう曲を、あ、このウルトラマンゼロのテーマソングなんで、あのソロでやったやつですけどね。これ持ってたのか、ほらほら、それやってんだ。そう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 。あ、それでか。そうそうそう、ウルトラマン。江戸時代にピグモンが来たぞー。バンザーイバンザーイ。あ、これ結構いいよ。いいね、これね。シュールだ、シュール。これいいね、これな。これシュールだろ。江戸時代にクルミがあったんだぞー。これクルミたち。お、これこれ。いいこのものは素晴らしい。桜持ってきたら遊べないの。遊べない。遊べないね。遊べないよ、これ。これこれ。ダメだっつうの。ウルトラ漬け。これ。待て、お待たせいたしました。お待たせいたしました。なんかあれでしょ、あの、コンサートもやってるんでしょ、だって。え、やって、これからです。これから。これだね。え、ツアー、3本あります。9月1日にあります。東京はね。すいません。あ、そうなんだ。8月18日が大阪で。25日が静岡で。はい、えらいね、はい、終わったばっかりの仕事しますよ。ウルトラマンですから。頑張ってね。はい、ウルトラマンです。はい。ブブシ。メインフェバリットフォビーでした。でした。